IEEE-488、e、とは短距離デジタル通信バス仕様である。もともとは自動テスト設備に用いられることを目的として作られたが、現在でもその分野では広い範囲で使われている。IEEE-488 はまた HP、IB やグッピブとしてよく知られている。IEEE-488 は デイジーチェーン接続により、一つの8ビットパラレル、電気バスを15個までのデバイスで共有できるものである。最も低速のデバイスが制御に参加するので、データ転送速度を決定するためにデータをハンドシェイクして送る。最初の標準では、最大データ速度は、約1アムビット S であったが、IEE488.1、e、から2003では8アムビット SEC になっている。 IEEE488 バスは16本の信号線を使っていて、8本を双方向データ通信用に、3本をハンドシェイクに、そして5本をバス管理に用いている。さらに8本をグランドとしている。1960年代後半、ヒューリット・パッカードはデジタルマルチメーターやロジックアナライザのような試験及び測定装置メーカーであった。 HP はコンピュートのような試験装置や制御装置をより簡単に相互接続できるようにするために HP インターフェースバスを開発した。このバスはその当時の技術を用いて比較的簡単に実装できた。このバスは単純なパラレルの電気バスといくつかの独立した制御線を用いていた。他のメーカーは HPIB をコピーして ゼネラルパーパスインターフェースバスを作った1975年このバスは IEE、e、によって IEE スタンダードデジタルインターフェースフォ4プログラマブルインストローメンテーション IEE488-1975 今は488.1になっているとして標準化された IEE488.1、e、はグッピブのメカニカル仕様電気仕様 基本的なプロトコルなどのパラメータは形式化したが、コマンドやデータのフォーマットについては何触れなかった。IEEE488.2 標準、つまり、c o s ォ FORMATS、PROTACOLS、AND COMON c o m a n d s i、EE、e e e 4 8 8 1 1987年6月では、基本的な文法とフォーマット規約を提供し、同様に、デバイス独立コマンドやデータ構造を、 エラープロトコルなども定めた。IEEE488.1 の上に立っている IEE488.2、e、は IEE488.1、e、に取り込まれていない。各種装置は488.2に従わなくても488.1の使用を満足することができる。IEE488.1、e、がハードウェアを定義し、 IEEE488.2 が文法を定義したが、そこには装置固有のコマンドの標準はなかった。同じ装置のクラス、例えばマルチメーターを制御するコマンドはメーカー同士、また手術のモデル間でさえ様々であった。デバイスコマンドの標準であるスコッピーは1990年代に導入された。ただ導入が遅かったため、広く実装されることはなかった。 ナショナルインストラメンツは、もともと HS-488 として知られた IEE488.1、e、の上位互換規格を導入した。これはデータ速度を最大8アムビットセックにまで増やした。ただ、バスにより多くのデバイスを接続するとこの速度は減少した。この規格は2003年に標準として加えられ、 IEEE 488.1から2003になった。IEEE、e、に加えて他のいくつかの標準化団体は HPIB を採用していた。安市、米国企画協会での相当する企画は安市スタンダード MC1.1IEC 国際電気標準会議では IEE、e、からの提案を受け IEEE、e IEC6048812004&1 として国際規格になっている。最初、HPIB の設計者らは IEE488 を汎用コンピュータの標準周辺機器インターフェースとして特別に計画したのではなかった。1977年までには教育、家庭、個人用コンピュータであるコミューア PET、CBM が IEE488 バスを使ってディスクドライブやプリンタ、モデムなどを接続した。コマドの PET、CBM 口径の8ビットマシンはビッグマイナス20から C128 まで周辺機器用に独自のシリルの IE488 を利用していた。これは大きくて重い HPIB のプラグや PET コンピュータ用のマザーボードに挿す。 カード型コネクタの代わりに丸いンコネクタを用いていた。ヒューリット・パッカードとテクトラーニックスもまた IEE488、e、をディスクドライブやテープドライブ、プリンタ、プロッタなどを接続する周辺機器用インターフェースとして使用していた。これらは彼らのワークステーション製品や HP のミニコンピュータである HP3000 に利用していた。 このような用途のために10アンバイツ S までバス速度を増やしたがコマンドプロトコルの標準がないためにサードパーティからの製品供給は少なく互換性も限られていた。最終的には周辺機器アクセスにはスカジーのようなより早くオープンな規格が使われようになった。加えて HP の1980年代の高機能電卓、ポケットコンピュータのいくつか 例えば HP-41 や HP-71 のようなものはオプションである HP-IB インターフェースを通して様々な計測を行うことができた。インターフェースはオプションである HP-EL モジュールを通して計算機に接続した。データハンドシェイク、管理用のすべての信号は0がハイレベル、1がローレベルとなる。コントローラーはデータを送信する。 トーカーを一つとデータを受信するリスナーを一つ以上を選択する。コントローラは18イコール L とし、UNL コマンドを発行後、トーカーアドレスとリスナーアドレスを送信し、18を H に戻すとトーカーとリスナーが決定することができる。トーカーが8ビットデータをデータバスに設定後にデイブイコール L とすると、リスナーはまず NRFD イコール H として、 ビジー状態とし、データ受信が完了すると、NTAC イ,イコール、H とする。データ受信完了後に、10日が、d v イコール、H とすると、リスナーは、NTAC イコール、L とし、リスナーが次のデータを受信できる状態になると、NRFD を L に戻す。これにより1バイトのデータ送受信が完了する。 複数バイトのデータの送受信では最終のデータであることを示すデリミタを10日からリスナーに対して送信する必要がある。一般的にはバイナリデータの場合にはエオイイコール L とし文字列データの場合には CRLFCRLF をデリミタとする場合が多い。デバイスからコントローラに対して割り込みをかける場合、デバイスは SRQ 信号を1としてサービス要求を行う。その後、コントローラはどのデバイスから要求が来ているかを調べる必要が、あが、調べる方法としてパラレルポールとシリアルポールの手法がある。IEE488、e、はアンフェノール社が設計した24ピンのマイクロリボンコネクタを採用している。しばしばセントロニクスタイプと誤って呼ばれている。OS メスのコネクタがタイになっているので積み重ね、スタックて簡単にレイジーチェーンが可能である。これをピギーバックコネクタとも言う。スタック可能なコネクタの数の機械的な限界は4つ以下となっている。これらはつ、今やほとんど廃止されているや、メートルネジによって固定される。慣例的により、メートルネジは黒く塗られ、つネジとは合わないようになっている。 総ケーブル長は20メートルが限界になっているが、非標準のバスエクステンダーデバイスも使える。IEC-625 標準では25ピン D サブコネクタ p c a t 互換機のパラレルポートに使われているものの、使用を規定している。この標準は24ピンコネクタの採用に反して、市場の多くの支持を得られなかった。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。